おはようございます。大家早上好。今天是11月12号，星期五。今日は12月12日、金曜日です。今日はちょっと場所を変えて、いつもの部屋から奥の部屋に移って、この窓の外の景色を見ていただこうと思って。見えるかしら？こうそう、こんな感じね。紅葉がいい時期ですね。日に当たってとてもいい感じです。そして優しく風に揺られて、いい感じ。顔が暗いけどね。まあ私の顔はいいよ。今天呢，在另外一个房间为大家拍这个视频，想让大家看看外面的风景。秋天了，叶子都黄了，完了被风吹着，摇摆着。もともとこの窓はですね、下のこの2枚のガラスが曇りガラスなんですよ。下から見えないようにっていうあれでしょうけども、私は勝手にガラス屋さんを呼んで、この2枚ガラスを透明なガラスにしたんです。お金はかかりましたけれども、一幅の絵を買ったつもりでいるので、自分ではとても満足しているんです。这底下这两扇玻璃啊，原来是乌玻璃，不是透明的。我自己呢，请那个玻璃店的老板来帮我换成透明玻璃了。这样的话，虽然花了点钱吧，但是就当做买了一幅画儿。哎。昨日、向こう側が中学校です。中学校ですね。昼間もあんまり生徒さん、教室の窓はこっちに向いてないので、あんまり生徒さんが見かけないし、午後になったらもう誰もいなくなるんですよ。だから人目を気にすることもなく、過ごせるんですね。最近これにはまって、毎朝ここでご飯食べているんです。そう、朝飯前は向こうで取って、朝飯はここだった。今日は朝飯前も朝飯もここにしようと思ってます。这个树的那边呢是个中学，它这个教室窗户不冲这边，所以看不见学生们，学生们也看不见我。我估计到了下午了呢，3、4点钟以后吧，除了那个俱乐部的活动以外，没有什么学生在学校，所以基本上看不见什么人。我觉得太好了这个地儿。今日は、おとといに続いてまた沖縄メドレーを演奏しますね。おととい何演奏したっけな。灘そうそうか。灘そうそう演奏しましたね。今日はそしたら、ざわわざわわざわわ、これ何でしたっけ？サトキビ畑ですね。今天也为大家演奏那个冲绳的歌。
ありがとうございます。それでは今日はここまでにします。ね、この外の景色を眺めていただきながら聞いていただくのもいいかなと思います。まあ自分の顔はね、暗くなりますけど、まあいいか。ね。那么今天就谢谢大家了。希望大家过一个美好的星期五。ね、どちら様も良い金曜日をお過ごしください。生徒さんも募集しています。対面でもオンラインでも結構です。無料の体験レッスンもあります。興味ありましたらご連絡ください。それでは、ごきげんよう。さようなら。再见。